るとするか。夜するか。ちょっと前回ちょっといろいろやったんだけれども、ちょっと待てよ。てれてれてんてれてん。ちょっとね、前回の最後にちょっといろいろなんかアイテムを習得したはずなんだが、ちょっとなんか、まあ、それを確認するのをまず。まあ、それを確認するのを忘れてしまったまま、俺はここに来てしまったっていう、まず、その問題を、どうにかしなきゃいけない。てれてれてーで、ハグリメトル、まあ、一応変わらなくていいだろ、最初は。んで、どうすっかな。てれてれてんてんてん。物が揃って、物を揃えてから、ちょっと、まあ、合成をしたいんだが、まあ、鱗とかちょっと欲しいよな。この変化か。これも、うん、ちょっと、まあ、いろいろ。ちょ、前回の、まあ、収穫物をちょっと、なんていうの。まあ、やっぱまあ、しばらくはやっぱ準備かな、ちょっと。まあ、準備して、挑むって感じでいいかも。まあ、そういう感じでやってるか、じゃあ。てれれててて。なんだ、もしかしたらとてつもない展開もしかしたらあるかもしれないな。トゥートゥルトゥルトゥ。ただ問題はちょっとリレミートがないんだよな。問題はリレミートがないという、ちょっとその、合成の塔あいつ持ってんの？すげえな。そりゃ万々歳でしょう。絶対これリレミートしなきゃいけないもん。ドアがいても。絶対脱出するぞ。ああ、そう、神父さんがいいんだ。そう、神父さん探すか。それいいんだ。あ、どうすっかな。ああ、まあでも、神父さんは、まあ、どっかしらで、まあ、出てくんべ。多分。まあ、ちょっと、じゃあ、そこに期待しよう。そこに期待っていうか、あんまり、そうなんつうの、まあ、ここの不確定要素に対してあんまり期待しちゃいけないんだけどな。それはあんまりいい傾向ではない。しかしながら、パンの巻物。まあ、いけるとこまで行って。まあ、杖とかもあるから、まあ、どうにかなんだろう。てれてれれれれれ。で、あれだべ、なんか変なわけ、なんか27からかな。27回をどうするかっていうなんか話なんだよな。あれ多分正規か。なんかまあ、モンスターハウスみたいな感じだったからな。まあ、ボスだよな。何らかのちょっと。まあ、正規はなんか必要だと思うんだよね。まあ、最低限聖域は必要。まあ、聖域必要だ。あと何が、まあ、いろいろあれだよな。まあ、装備か。何がいたんだ、そこ。とてつもない化け物いただろって。とてつもない化け物がいたんだよな。てれてててインパスは何かしら今使えんべ。呪うとこもいいかもしれんな。いや、この前半のこの、安心具合がいいわ。これ命の草とかなんか、これゾンビ系やったらなんかあるんじゃない？一発で倒せんじゃないかもしれん。金縛りの種。そう、金縛り系も重要だよな。まあそういう系ですよね。まあパンの脇物正直いらない気がするんだけどな。立ち位置。全然あれだな。これ一個いらないべ。あ、それか、まあ変化か。そうだ。使っちゃうか。どうせまあこれランダムだからな。で、見る。ああ、スカーラの巻物いいじゃん。で、まあ、これ取っといて、とりあえず。まあ、しばらく取っといて、で、一気にぶっ放すか。まあ、合成二つあるとはでかいな。まあ、なんか、武器は別にいいとして、なんか、まあ、防具の方が、まあ、重要だべ。どっちかっつうと。てぃ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 。ああ、そうだ、矢もいいですね。矢もちょっとあれだね。おう。絶対死ぬわけにいかないからな。俺は絶対に生き残らなければならない。ティリティリンティティンで繋がった、こっちは。まあ、幽霊いたよな。まあいいや。お。まあなんかゴーレム、あそこら辺までいけんべ。とりあえずは。まあそれ以降だな。力貯める、あれだよな、ラッキーだよな。むしろラッキー。ラッキーフィーバーなんじゃねえかっていう。毒消しそう。あ、インパス使ってもいいか、じゃあ。おい。あ、保存か。あれ、保存はあれなんだ。はあ。なんかその分かるやつ、あ、持ってるやつってことか。
持ってるやつ、まあ持ってるやつはも、まあもちろん識別されるだろうけど、でもなんか識別、なんかあれだ、あれだな。なんかもうすでに知ってるやつがなんか、まあいいや。謎。これなんだ。三鏡の盾。これあれよね。三鏡の盾か。まあ、錆びないってのは結構。あ、でも、革の盾ってあれだっけ？ああ、じゃあいいや。革の盾って錆びないんだな。じゃあ、その様子多分あれだよな。引き継がれるよな。おう。じゃあ、やらせてもらうぞ。つうか、これあれじゃん。こっちからやった方がいいだろ。ティリティ、ナイス。まあ、ここで嫌がすごい役に立つな。いっぱいあってよかったじゃないか。めっちゃ、外れすぎじゃね？え？何事？すげえ外してんだけど。なんだ、さっきの。トゥルトゥルトゥル。へい。で、こいつ誰だ？お前が。突っ込みすぎなんだ。俺も突っ込みすぎなんだよ、ちょっと。で、鬼面同士、オッケー。あれ、鬼面同士も一発か。一発ぐらいできるようになったか。これなんだ。鉄の斧もいらんべ。まあ、ちょっと指輪とかいろいろ欲しいけどな。てー、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 鉄の斧ばっかりだな。なんかないのか、もうちょっとなんか素晴らしいあれは。やっちまった。まあ、毒消しがあるから、まあ。それはオッケーとして。まあ、ちょっとまあ、お化けの階では超えたらにすっか。使うのは。毒使うやつ他誰がやっけ？あんま記憶ねえな。ティリティリティリティ。さあ。ティリティティティ。イオってなんか正直あんまあれだよな。イオってあんまあれじゃない？そんな強くなくない？なんかあんまりなんかそうだよな。見るとそんな感じな気がするんだけどな。まあ、ここら辺だったらいいよな。この界隈。今の俺がいる界隈だったのは。まあ、一個じゃあってもいいのか。中段いらんわ。じゃあもらっとくか。でる、あ、でもいいや。ちょっともうぐるっと回ってきた後でいいや。で、それでまた。ん？あ、ショップ。罠の、おー。いいのありますね。技封じって何？何技封じ。それめっちゃ強くね。スカラスカラいいな。世界中。へえ。なんかないの、ちょっと正直あんまりじゃない。あんまなくない。まあ、これ売っ払えばハグレメタルの剣もいけるってことか。びっくりした。別に、そんなんでもないんじゃん。まあいいや。ちょっとまあ様子見で。今後の展開次第だな。ティリティリティティティ。まあ、はぐれメタルの剣ちょっと欲しいな。まあ、それかの剣術でまあスカラだけでいってくか。まあ、スカラオンリーでいくか。まあ、それだったらまああれだもんな。おお、いいですね。まあなんか、なんだかんだあれだべ。あれこれ、これってさ、ちょっと待って。これいけんのかな？確かの、ああ、よかった、そう、いけるんだよね。よし、オッケーオッケー。乗れ遂げた。オッケーオッケー。ティリティリティ。じゃああれか。で、お金がまあ、そのような感じになっている。お、ガンガン来るね。お、ちょっとまずいな、それは。どうにかして。困ったちゃんだな。まあ、金縛りでもいいけど。まあ、一発、俺回復持ってないよね。俺回復持ってないのか。そうか、回復を持ってないのか。まあ、そうでござったか。
ドルイド、ドルイド意外とあんま手にあんねんからな。はい、種だからね。なるほど、種だからってことですね。俺は一体何やってるんだ、俺は一体何やってるんだ。危ねえ、そりゃそうだ、危ねえ。完全に集まったよね。なんかもういろんな、ちょっとあらゆる危険の方が集まったぞ。とりあえず回復しよう。まあ俺はで在庫処分したってことでしょうか。よし、でマスカラ、7000か、7000もちょっとあれだよな、まあ、保存もありだと思うけど、柳も気になるんだ。世界中いいな。これはぐれ、まあはぐれであれじゃない、スカラじゃない、公安のために。よし、やべ、完全に意味のわかんないこと言ってさっきのな。 もはや俺は一体何やったの、なんかちょっとあれだな、ちょっとすげえ雑になってんだ、なんかちょっと雑だぞ、なんかちょっといろいろよくねえな、ちょっとこれはよくないぞ。お、命のあれ、お前はやりたい放題なんだよな。割とでもアイテムの引き穴がいい気がすんな。まあいいや、そりゃ普通に考えて分かるものちょっとあれだからな、完全にやらかしたからな。ディリディリディッディッディ、まあちょっと油断禁物ということでちょっとあれだな。まあはぐれ見て欲しかったけど、まあまあ手に入んべ、あそこらへんは。まあそれよりもまず脱出経路をまあ確保して、である程度もお金も手に入れてて、まあそれが、まあそっちがまあ今回の大事なあれでしょう。音切れそうか。ティンティティリンティ。まあ、保存もあってもよかったかもな。インパス。あ、保存あんじゃん。よし。で、とりあえず回復はあれか。回復、加護できたか。ティリティリティ。オッケー。そらまずい。やたらそういうのばっかりなんだよね。こうか。まあ、それはオッケー、いい。ティリティティティリティ。まあ、毒素のあれだよな、今んとこな。おの、結構なんか落としてくれんね。おー、力なんじゃないか。じゃあ、ま、これ、毒消しだな。毒消しの、こうか。で、オッケー。これ、どんぐらい上がるんだろうな。結構上がってんじゃん、これで。マジでわけなあかんねん、ほんとやるべきじゃねえんだろうな。危険なのよ、ほんと。よし、ガンガン来てるぞ、これ。まあ、とりあえず、はぐれメタルをガンガン強化すれば。こいつはオッケー。おー、またショップ。これは、まあ、ドルイドでもいい気がすんな。はぐれメタルどのぐらい切るかだな、ちょっと。やってみっか。お。あんま変わらずだな。そんな思ってる変わらんな。これどれでいいや。オッケー。変化か。まあ変化はありだな。見切り欲しいな。見切りいいな。ちょっと拾っとくか。これ何？不思議なことが起こる時もある。ちょっと拾っとくか。保存。うん、とりあえずは回復。OK。んで、これはいらんな。変化の杖か。金縛りはちょっと欲しいな。金縛りもらっとくか。はい。まあでも金縛りあるあれだからな。モンスターハウス。まあ攻略できるからな。やべ。え、マジでちょっとなんか集中あれじゃないか。ちょっとなんか。ティ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 。俺のマインドがなんかあちらこちらにどちらかってんだよね。それはきついな。いやでも多分いいよ、いけるはず。よし、
焦るわ。おい、寝てんのこいつは。ちょっとこの時点のミミク強いな、ちょっと。音切り、オッケーオッケー。音切りオッケー。トゥルトゥルトゥルトゥって、まあさすがにまだミミクがあれだろ、まああそこら辺の。一番ちょっと野蛮な人でしょ。ガニラス2体か。トゥルトゥルトゥル。まあ、ぼちぼち、まあ、はぐれメタルつけてもいいような感じもするけどな。ほい。一撃。今ショップはなんかあれだな。結構出てきてくれてんで。んで、腹が減ってきた。おー、まあ、イエティは放置。ガニラス。まあ、さまよう夜あたりかな、ちょっと。あそこら辺かな。来たわ。早速来ましたわ。こうですね。8。まあ、8ならいけんべ。8なら OK。で、まあ、これで行き。まあ、最悪、まあ、聖域とかも使えるからな。お、だいぶやっぱ違うね。で、まあ、パンが、まあ、あるので、まあ、どうにかなるでしょう。ほい。で、これもちょっと鍛えつつ。結構外すんだよね。お。またパンか。木の矢。木の矢もちょっと欲しいな。トゥルトゥルトゥルトゥ。あれ、また中段。あれ、中段。いらん。これはいらんだ。聖堂もいらんな。ほい。オッケー。もうトロロも出てくる時代か。ティ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 。怖いな。階段が今んとこ見つからず。見切りあれば相当強いぞ。見切りでも高いよな。じゃああそこ行ってみっか。倒れそう。ドラゴンシールドのあれも欲しいよな、ちょっとな。そしたらまあドラゴンがまあ。でもドラゴン普通の殴りも強いからな。そこが問題よね。2体いる。ティーティーティー。オッケー。まあまあって感じか。お、ドラゴンシールド。またあなた。ちょっと多すぎじゃない？ドルイド。もう絶対いるよな、あいつな。合成のツボか。ああ、いいな、合成。合成のツボいいな。まあ、それかなんか、まあ、これ、変、これを売っ払えば相当あれだぞ。相当、まあ、売っ払ってもいいんじゃねえかっていう。あ、でも合成、まあ、こんだけあるから、まあ、そんなに。ダイソーレ誰じゃないと思うんだよな。あとパンが欲しいな。まあでもいいか。うい。店員もちょっと攻撃したらどうなのかちょっと気になるけどな。ちょっとここはまあ絶対あれでしょ、襲われるんでしょ。まだしょ、途切り。逆に、ああ。はい、200か。まあちょっとまあ探索すっか。お、なんでいるのあなたが。まあ音切れあるからルガニで16。何やったあいつ。俺がダメージ受けてんの？なんだこいつ？なんだこいつは一体？何事？やり直し。やり直しってもちょっとあれだな。まあ、ちょっと要注意だな、これ。ティ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 。お、いいですね。おう。
はい。うまくせきと意外と伝わってよ、エンジン。ゆうしまだいぶなんかいい感じになってきたな。溶岩魔人とかあれどうにかできないのかな。ちょっとなんかあの、どのようにかしてなんか、なんつうの、なんか後ろになんかスッていくときあるんじゃないですか。なんかあの特性どうにかなんかできないのか。必ず後ろに行くパターンみたいな。まあそういうのあればいいんだけどな。必中なんて必殺のパターンみたいな。えい。まあ来たか。ティリティリティ。聖域で勝てんのかな。あ、シャナク。シャナクでもいらなくねえか。とりあえずはこうか。サマヨル2発か。いや、ハグレメタルマジ強いな。こんなに違うのかっていう、なんか、実感してるもんね、なんか。俺が途中なんか、あのフレームなんちゃらかんちゃらに、わけのわかんねえことやった時はもう、この、ちょっと冒険のあれがもう非常に不安になったけど。ツル足か。ぶっ飛ばす。おー、アイアンタドルも2発か。急にアローインプも強いからな。普通のやったら結構強いからな、こいつもな。えい。ドゥドゥドゥ、そうそう、ジミー来るか。この野郎め。まあ、ちょっと平和に行きたいけどな。まあ、何らかの事件が起きるのがあるだろう。まあ、それがたまらないのでしょう。保存便利だな、やっぱ。危ねえ。これで死ぬってことありえんもんな。横行ってないね。よいしょ。ティリティリティ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 。あれ、ミミックってなんかそのままなんか、なんつうの、野生のミミックかなんかあんまあれだな。そんなの出てきてない気がすんな。出た。まあ、バーサーかもな。っていけんじゃねえか。あ、こいつだ。あ、こいつやつだな。21。まあ2発できるからな。で、まあ割とまあ経験値はもらえると。あいつなかなか面白いな。なんか地面も掘るし。謎の特性を持ってる。ゴーレム来たが。いけんじゃねえか。お、いいですね。とりあえず3発か。ゴーレムもいける。まあちょっとまあ遠くから攻撃がちょっと必須だけど。ティリティリティ。ガンガンレベル上がるね、こっちも。ジミーか。今結構矢持ってんじゃないの。あ、でも言うても30本か。これなんだ。助かる。リレーミート。やっと来たが、まあ、これで一応あれだな。まあ、一応安全は、まあ、わかんないけど、まあ、まだわかんないけど、ちょっと確保されたな、とりあえず。で、まあ、バーサーか。まあ、一発ぐらいかましても、まあ、16か。まあ、ミミクとそんなあれだな、変わらんな。じゃあ、ま、いける感じか。バーサーカーはいないんだよね。まあ、いいでしょう。シャーマンか。これちょっとあれだね。あー、しくったか。まあ、これはこうで、まあ、普通に外して、ぶっ飛ばして、そうですね。で、OK。で、OK。おお、それはやばいな。来てるね。それ熱いね。保存に入れまくればあれだからな。まあ、冒険が楽になるからな。おお。こいつ
ふざけてんな。仲間呼ぶんじゃない。これ誰がいいんだ今度は。このお前が。ああ、いいですね。あ、逆にまあ骸骨検査っていいやん。 OK。 踊りそう。まあ割となんかいけそうな感じですけどな。結構なんかまあ揃ってきてはいるような感じですけど。蘇りましたか。で、これはまあ木でいっか。この野郎ね。ちょっと勘弁して。ガンガン来るよな。いや、でも経験値が結構なんかあれだね。ガンガン。レベルはちょっと上がんじゃねえか。割とまあこのゾンビエリアもあれだな。まあ割と、いけてんじゃん。ドロー。ああ、スペクテッドが。あ、何がいいんだそこ。泥人形か。これまあ消耗しちゃっていいんじゃん。シャーマンが。まあ結構広いよな、ちょっと。オッケー。まあ荒いかも。スペクテッドは勝手にアスロになってるからな。放置しよう。でこうで、それはやっちまったな。あ、オッケー。まあでもあるか、ジミーも一発か。惑わしそう。まあ保存か、全部保存だな。なんか、盾もっとないのかな。お。使わなかった。おー。まあじゃあ、それはそれでいいや。へい。この野郎め。トゥ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 。来た。危なかったな。溶岩マジ結構強いからな。溶岩マジも出てくるのか。こいつは何なんだ、本当。おい。あれ、大目玉マジ強いよな。大目玉なんつうの、一直線じゃなくて、なんかそのフロアにいる。まあ、なんかそのフロアにいるとあれだからな。だそれが、結構きついのよね。それは混乱させられてしまうっていうのが。これ、まあ合成でなんかまあパンとかやって、まあやっちまで。これか。まあドラゴンシールド。5か。もう一個盾が欲しい、ちょっと欲しいな。で、そうすればちょっと合成のツボもう使っちゃって、一個使ってなんかそれでもう、はぐれメタル腹減らない状態みたいな、なんか、それができるんだけど。まあそれができて最高なんだが。おお、じゃあこっちか。オッケー。すぐ復活すんだもんな。で、まあ一応まあドラゴン、こいつはゲンベ。あ、問題ない。バーサーカーオッケー。装備が外れた。あと武器も意外とあれだな。出てこないな、そんなに。トゥトゥントゥントゥン。すげえじっくりやってんな。まあでもそれがいいのでしょう。おー、階段。おー、このばっかりだな。へい。まあ天つくもあれだべ。あと踊ってんだよね。謎の踊りなんだよ、こんなが。お、大量。まずこいつだべ。それはちょっとありえない。これは必要。はあ。やっぱあれか。でも最初のターンはなんかあれだよね。まあ、狂ってきてくるよね。まあ、それがまあいい。だよね。
お、なんか一旦あれかな、一回なんかスッてやればなんかあれか、もしや。てかミステリードル来たか。なんか封印の杖とかあったけど、なんか前はちょっと困っちゃいますね。ティ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 ー、ゴールも19、いい経験値だね。すごいダメじゃん。ちょっと嫌なんだよな。お、でもすごいいいダメージいってんな。それでも倒せないのか。何部屋これ、ここ何がいいんだ。これモンスターハウスじゃないんだな、まさか。これまさかモンスターハウスか。間違えてみっか。おお、まあでも正直まあ音切りもあるし、まあいけんじゃねえかなっていう。ああ、まあバーサーカーまあいろいろやってくれればあれだけど、まあ数も減らしてくれるし、まあいけんじゃないの。まあいけんだろ。よし、やばくなったらちょっと音切りと使って、ああまあそういう系か。まあそういう、それはそれでまあ全然。でも20本か、ちょっとあれだね。いやバーサーカーでいいか。いやでもバーサーカーしてまずいか、逆に。そのバーサーカーとてつもなく強化の超強化バージョンみたいな。まあそしたらまあ窓足等とか適当な人を使って、まあそれでまあちょっとやればいいんじゃない。よし、やってんね、やってんね。お、どん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 やってるぞ。お、どんどんやってるぞ。恐ろしい、お、恐ろしい行いよ。レベル7って、はやばいやばいやばい。224、これやばいんじゃないの。やば、カンストみたいな。やば、これまずいぞ。こいつが、こいつが俺を守ってくれている。ここから先に行ってはいけない、君はここにいなければいけないんだ。やばいぞこれは。惑わしそうだな、とりあえず。これ斜めに来てくんねえか。これマジで、これマジでや、いやこれ結構やばいんじゃないのこれ。おい、これどうすんだこれ、この状態。この先に行きたいけど行けねえんだけど、この先に行きたいのに行けないというこの恐ろしさ。これどうにかなんねえのか。まあ、ドルイドやったらこれでもいけそうだよね。ドルイドやって悲しばり、やでも悲しばりやったらまだあれだからな。何この餅つき大会みたいな、なんかわけなかんねえことになってんだけど。どうすればいいの、これどうすればいいのこれ。おお、何なんだこの状態は。やばいやばい、ちょっと待って待って、今やばかったな、今やばかったよね、今死んでただろ完全に。そう、今絶対死んでた。よしで、おそらくこいつは俺に対して攻撃をすることはできない。いや、まあありえねえんだって。あいつを止めないと、まあ、多分大丈夫だと思うんだけどな。おう、いろいろあんな、いらねえこの野郎。25、おお、てか意外といけんな、意外そんな強くなかったな。よし、乗り切ったか。謎の状況乗り切ったわ。じゃあ保存をちょっと入れさせて、ちょっと使わせてもらうか。これはコンボいらんな。あんまりなんかあれじゃない、見入りがそんなになかった気がするな。
テレレレテテレレレテテまで。で、おーい、やりたい放題だな。これなんだっけ、音切れそうか、音切れそう欲しいな。保存がなくなったのね、保存がなくなった。まあいらないやつも使ってもいいんだけどな、なかったっけ。まあ地獄組とか別に、まああれだで、インパスもでも欲しいよな、ちょっとな。あー、音切れはちょっと欲しいね。これはいらなくねえか。じゃあよし、あとはじゃあ普通にやるか。謎のあれがあったけど、来いや。なんで来ねえんだ、来んのか来ねえのか。そうだ、これさっきこれでなって俺なやられた感じなんだよな、これな。とりあえずもないですね。あれどんぐらい食らったんだろうな、あれ食らったら恐ろしい。テレテテレテ、ゴーレムか。あ、ゴーレム2発いけんね。ゴーレム2発はでかいな。ちょっとまあついでに、テレテレテって腐った下もあるか。もう一発でいけるか。ちょっと一回錆びたのちょっと悲しいな。あー、はい、あー、ミステリー通りになったらちょっと話別だ。それは別ですね。スペクテッドいいやつだったんだな。まさか守ってくれると思わなかったよ、ちょっと。それはちょっと正直あれだな。ふう、恐ろしい目にあった。ぶたせぶたせぶたせ。73、結構強いな。天津国慶。てて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 。場所替えみたいな感じか。まあ、やっとくか。へい。まあ、憂いは立っとかないとな。まあ、機内でいっか。これどっかなんだよな、きっとな。そうなんかな、罠みたいな、ワープは、ワープ床みたいな。意外と敵少ねえな。そう、こういうやつがいるんだよね。まあでもこれもしょうがないかも、やるしかないんだな。へい。まあ下げられるのは、まあ、あっちだからな。まあ力とかだから、まあ、まあ最悪はまあそれはそれで。オーガシルトなんだっけ。よし、これなんだ、音切れがいっぱい増えてきたな。ちょっと待って、気になるのが、ちょっと一回置くか。オーガシルなんだっけ。お腹減りやすくなる、防御力上がる。あー、防御力上がるぐらいか。じゃあいらねえか。じゃあいらんな。窓足、千里眼。これ使っていくか、ちょっと。まあまあいいや、意味あるなってね。まあ、これあんま使わねえからな。まあ、地獄見えるかもな。おお、割といけんね。20。まあ、いい感じなんじゃないの。あそこ行ってないか。明治キラーもあれだよな。明治キラーってなんか俺、メダパニのイメージなんだけど。はあはあ。ミステリードールってやばいよね、結構な。まあ、でもレベル3上がってしまえば。うん、今結構いいレベルになってんじゃないの。もしや。もう一撃、天つく一撃だからな。やめてくれ。ティーティーリッティーティーティーリッティー。よし。それ休憩するか。